ラリンジアルマスクとは、軌道確保に用いられる換気チューブの一つ。ラリンゲルマスクとも呼ばれる。ラリンジアルマスク。食道に開口するドレーンチューブが組み込まれている。1983年に英国の麻酔科医アーチー・ブレーンによって開発された。1988年には日本で臨床利用が可能となった。チューブ先端に換気マスクのような形状のカフがついて、おり、 口から挿入する。カフが口頭を覆い隠すように接着し、換気らを確保する。換気の確実性や患者への侵襲といった点で、フェイスマスクと、機関内チューブの中間の特性を持つ。機関相関による軌道確保と比較して、操作が簡単で、口頭鏡により、口頭を展開することなく使用できることや、軌道への刺激が少なく、 チューブを入れることによる血圧の変化が抑えられること等の利点があり、軌道確保が困難な場合や短時間の手術に利用される。一方で、カフによる封鎖が完全でない可能性があり、いない用物等が気管に入ってしまう誤炎の危険がある。これに対し、ドレーンチューブを組み込むことで誤炎のリスクを軽減した製品もある。蒸気の他に口頭に当てて、 換気を行う器具としてアイジェルがある。2005年にマスイカイマ・ハミド・アスラムナシルによって開発された。チューブの先端に柔らかいゴム様のマスクがついたという構造のもので、ラリンジアルマスクが口頭の周囲をカフで覆うのに対し、こちらはカフを持たず、柔らかいマスクが口頭や陰頭の構造に合わせて密着する。また、必要に応じて、 マスク内にドレーンチューブを通すことができる。ラリンジアルマスクと同様に操作が容易であり、軌道への刺激が少ない。ありがとうございます。